俺最近さ、当たり前というよ、再会がとても嬉しいんです。音楽を始めて旅をし始めた頃は全部が美味しかったから出会いがとても嬉しかったです。今ももちろんそう、新しいで嬉しいよ。でもね、僕も今46歳という年になってきてね、再会というものを改めて嬉しいんです。だってさ、再会するための条件というのは俺の元気よってみんなの元気を取れることでしょ。再会できるというのは僕も元気だってね、足を運んでくださる皆さんも元気を取ってくれるっていうこと。これどっちか倒れたら再会はもうないもんね。だからね、最近久しぶりっていう言葉がねとても温かく聞こえます。久しぶりという言葉がねとてもとても嬉しいです。このコロナ禍の中でね、もしかしたら再会できなくなった人がいらっしゃるかもしれません。ぜひね、そういうね、とうとう思いを持ってね、一曲ね、僕の中でこれ素敵な曲なんだ。僕の歌って素敵やねんけどね、中でもこの曲はとても素敵な曲ですね。はい、初めましての方々もたくさん来場くださってます。ぜひね、僕なりの再会の曲です。シャドウという曲を聴いてやってください。